ガシャガシャする必要あんのって言いました。本人が一番わかっております。ラクキラグと、いらっしゃいませ。ラクでーす。キラでーす。ラクキラグでーす。でーす、はい、はい。今回ね、うん、装置会です。うんうん。すごくお役立ちの装置作ります。ほほほ。何かなぁ。ヒントは、うん、かまどの燃料です。ほう。ブレイズロッド。それはまだ数少ないんで。マグマですよ、マグマ。組みに行くのめんどくさいでしょ？うんうん。はい。マグマを、うん、大釜の上にドリップストーンでマグマっていっぱい増えるってやつ？うん。あれを、うんうん、ガシャガシャするんですよ。ガシャガシャ。ガシャガシャするんですよ。あんなんか言いました？ガシャガシャする必要あるのとかなんか言いました？ガシャガシャする必要あんの？ありますよね。ありますよ。はい。ガシャガシャは、ロマンです。もう一回言っとこう。ガシャガシャは、ロマンです。大事なこと、二回言いましたね。はい。はい。じゃあ早速作っていきましょう。材料こちら。ちょっと足りないものがあるんだけど、今、生やしてます。はい。これが装飾に使いたい。足りない。時間かかりそうだね。うん。そこの部分はまた次回かな。はい。じゃあ作っていきまーす。はい。もう場所狭いんで、ここの辺、うん。畑潰して、はい。ここら辺に作りましょう。はい。はい。はい。赤くなりましたね。はい。畑ぶっ壊しました。すんごい。はい。まがまがしいですが、ここに作っていきまーす。はい。持ち物いっぱいなんで、たくさんお願いボックス。お、減ってる減ってる。順調に仕上げできてますね。頭持ってる。さっき、要塞行った時に頭また取ったみたいです。おー、ね、頭また取りに行って。そうそう。大収穫ですね、6個目。はい。うん。で、作ってきまーす。はーい。大釜と、キラさんが大釜を大量に作ったのはこのためだったんだね。そう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 。ごめんごめん、勘違いしてたわはい。じゃあ、大釜をまず、置いてきます。はい。13個。うん。で、ピストンを、ペッと横向きに置いて、一旦取ります。この下にはピストン。うん。で、で、おがま。で、がま。しゃごんで、ポンポン。しゃごんで、ポンポン。いいね、いいね、いいね。はい、おがまを置いてきまーす。うん。で、うん、こっち向きにピストンが置きたいんで、よいしょ。こんな感じね。うん。で、ここの上には、下向きにピストン。うん。はい。はい。こんな感じでーす。うん、で、これを動かしていきたいんで、うん。マグマがここに溜まった時に、うん。ガシャ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 ってなるようにしたいんです。ガシャ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 。はい。なので、ここにコンポレート置きます。コンパレーターで、マグマが入ったら、コンパレーターが反応するんで、うん、その信号を受け取って動くようにします。コンパレーターの次に、リピーターを置いて、レッドストーンを、ペッ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 と置いて、リピーターをこことここに置いて、両方最大遅延にします。最大遅延。はい。これで、ここがクロック回路になるわけですね。ちょっとゆっくりめのクロック回路。で、今度、このクロック回路の信号を、パルサー回路で、一瞬の信号にします。クロックをパルサーね。はい。はい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 。よくご存知で。はぁ、あ。はぁ、あ。ペッとやって、ペッとやって、ペッと置いて、で、こっち向きに、リピーター。ツン。で、このトーチの信号を、こっちに被せて、うん、ここは、日円。日円。で、レッドストーンタイマーズを置いて、そう。これで、ここが、パルサー回路になってるんで、パルサーね。昨日もあったよ、パルサー。はい。どちらさんでしょうか。お茶芝居たんや、パルサーと。はい。なるほど。はい。これをピストンに繋いでいきます。そう。で、この信号を下に下ろします。こんな感じで回覧状に下ろしちゃって、うん、ここにブロックを引いていきます。で、
ここ上から下ろしてきた信号を、このリピーターこっちに置いて、受け取ります。ここは3遅延で。で、これをレッドストーンで繋いでいきます。で、ここにリピーター。ここも3遅延。3遅延。で、ここにレッドストーン。で、この信号また今度上に上げていきます。上げるのは、ハーフブロックで上げていきます。ハーフブロック置いて、レッドストーンパウダー置いて、こうやって信号上がってくるんで、はい、上に上げてきて、ここまで来たら、ここにリピーター置いて、また3遅延にします。3遅延。はい、これで一応、できたかな回路的には。アグマ入れてみましょう。はい。ここにマグマを入れると、ガシャ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 となる予定です。はい。お、マグマがいなくなった。はい。もう一回やります。ここに入ると、ガシャ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 っと動きます。ちょっと連続でマグマ入れます。はい。おーおーおー、はい、おー。っていう感じね。マグマが連続で入ってれば、クロック回路があるので、マグマがなくなるまで動くようになります。ロマンが溢れてるぜー。でしょ？すげえな。でしょでしょ？家の中にこんなもん置いて。で、これだと、マグマが全部満タンになった時にずーっとぐる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 って回っちゃうことになるんで、マグマが全部満タンになったら止まるようにしたいので、ここにマグマが入ったままでここに来た時に止まるようにします。そんなことできんの？やるよ。ここにマグマが入ったまま来た時に、この回路が機能しなくなるようにしたいので、まずここからコンパレーターで信号を取り出します。で、ここをブロック1個下げて、ここにブロック置いて、リピーター置いて、こっち向きにリピーター。これで、OK です。ここにマグマが入っている時にこの信号が入るので、ここが遮断されます。遅延しないの？遅延。はい。ノー遅延。これで、ここにマグマが入っても、クロックはするけど、止まってる。クロックして、パルサーで信号が出るけど、こっから先に進まないので、ガシャガシャいかないと。はい、ここを取ると、始まります。おっほ、すんごいな、このピカピカ。はい。素敵。いいでしょ？うん。かっこいいでしょ？うん。これ、イルミネーションに使えそう。そうきた。クリスマスの靴のこと考えてるのね。ああ、いいね、いいね、いいね。はい。ここに入ると、おお、光ってる。ガシャ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 。じゃあこれ、装飾していきまーす。はい。装飾はネザーウォートが必要で、入ったかな？これできてんじゃない？うんうんうん。これ幸運で取るとちょっと多いんでしょ？そうだったね。確か。で、なんか、5個。おー。5個です。なるほど。何十個も必要だでよ。足りないですね。うん、上とか。ちょっとさ、じゃあ、どっか行こうか。びっくりした、ゾンビいる。してんのこいつ。ちょっと、ネザーウォート待ちの間に、散歩行きましょう。はーい。あ、そう。蜂蜜が欲しいよね。うんうん、蜂蜜。蜂の巣取りに行きましょう。見たことないかも。お花畑バイオにあるのかな？やっぱり。うんうんうん。じゃあ、ちょっと、近隣探索に行きましょう。はーい。お、温泉ちょっとチラ見してか。温泉。いない。デスポ、いない。おじさんたち、どうせ消えるなら旗取っとけばよかった。憩いの湯が。あれ？もうここお花畑じゃん。ほんとだ。はい。そこ見つかりそうな気がする。何探しに行くの？あ、蜂の巣。蜂の巣にしてくれるわ。ボッコボコやぞ。あ、こっちもお花畑だ。見つけにくいよね。あるかな？お、ないね。昔の切り口が蜂の巣に見える。わかる。どこ行った？こっち。あはん。オッケーオッケーオッケー。どこ行った？そっち。すん。あ、なんだ。ケツ。あ、はい。ですね。穴と書いてケツと読む。そういうことですね。おー、花畑広いね。広いね。すごいね。美しい。はい。よく言われます。はい。
あったー、どこ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 、250のマイナス70。あ、いた、どこ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 、あそこ、あ、あった、お、入った、はい、取ります。はい、シルクで取ればいいんでしょ。うんうんうん、あ、俺シルクじゃなかった、危ね、おのシルク、うんうん、違う、じゃあシルクのクッキルでいいか。はい、取れたー、やったー、一個でいいんやな、はい、8、3、2匹いるからいいんやな、多分。 OK OK、帰ろう。サクッと見つかったね。はい。多分ネザーウォート生えてないね。あ、サクッとだから。うん。そもそもさ、うん、離れたら生えなくね。チーン。何する？はい、ただいまー。ただいまー。ネザーウォートできたかな。サクッと取ってきちゃったからね。できないよね。できてないね。はい、いなかったらしいね。どうしようか。あ、そうだ。これまだできてねえわ。何？マグマたまんないよね、これじゃ。ドリップストーンとトンガリコーン置かないと。ここに、ドリップストーン、ブロック、置きます。で、この下に、トンガリコーン置いてきます。トンガリコーン。お腹すいた。リアル？うん。なんか食えよ。で、この中にマグマを入れていきます。へぇー。で、はい。OK。それでいいの？ 2 個でいいの？うん。これでマグマが溜まってガシャガシャなります。ウィネザーウォートが揃って、うん、装飾終わりました。はい。ではちょっと見ていきましょう。はい。こんな感じになりました。はい。この赤いレンガね。意外とつくの大変よね。ネザーレッグ、うん、あれ焼いて、うん、レンガにして、うん、ネザーウォートと混ぜて、赤いネザーレンガブロック。ウォートが時間かかるもんで。はい、あ。回収していきましょう。3。5。いいっすね。うん。じゃあサムネ撮りましょう。はい。はい。これで、マグマ取り放題ですね。そう。ガシャガシャする必要あんのって、言いました。本人が一番わかっております。ありますよ。ロマンです。ガシャガシャはロマンだ。ロマンだ。はい。今回もご視聴ありがとうございました。また来てねー。また来てねー。バイバーイ。はい。チーズ。